送りしたのはなにわ男子でウブラブでした。ここまではプロ野球選手の身長や体重に焦点を当てて、先ほどは NPB の12球団別で比較し、その中で見えた身長にとらわれない西武の編成方針について話しましたが、今回の身長と体重というテーマの中で欠かせない選手となるのが西武の平良海馬選手です。平選手は昨シーズン39試合連続無失点というプロ野球記録を樹立し、今シーズンもここまで45試合に登板して防御率は 1.69、 ホールド数は28個で NPB 全体1位と、22歳という若さながら今や日本を代表する中継ぎ投手として圧倒的な成績を残しています。そんな平選手のすごい点はたくさんありますが、その中でも今回は身長が173センチでありながら最高球速が160キロだという点に注目します。近年の野球界はデータサイエンスやメカニクスの進化によって球速の高速化が顕著になっており、プロ野球でも日本人として160キロ以上を計測したのは以前まで2010年の元ヤクルトの吉野瑠選手と2016年の大谷翔平選手の2選手のみでしたが、2019年以降には平選手も含めて7人もの日本人選手が160キロという大台に到達しています。そして球速と身長の関係に関する研究では両者には性の相関関係にあることが分かっていて、実際に NPB で160キロ以上を計測したことがある9人の日本人投手の平均は 188.4 センチと、いかに速い球を投げる上で身長というのは重要な要素となるかが分かると思います。しかし平選手は160キロを計測した日本人投手たちの平均身長が 188.4 という中でただ1人173センチと低いんです。ではなぜ平選手がこれだけの球速を生み出せるのか、その馬力を生み出す要因として本人曰く160キロを出す秘訣は、僕は身長が低いので早く動くことを意識していますと語っていましたが、長身の投手には出せない重心の低さを生かした投球時の体重移動が非常にうまく、そして平選手は身長173センチですが体重が100キロという身長に対して体重の比が非常に大きいのが最大の特徴の投手で、これがどれだけすごいかというと、よく肥満度を表す指標として体重を身長の2乗で割った値を BMI と言いますが、これはボディマスインデックスの略で、日本語に訳すと体格指数となり、体格を評価する指標として用いることもできますが、平選手の BMI は 33.41、 これは NPB の現役投手の中で最も高い数値です。そんな平選手のルーツを探ると、平選手は沖縄県出身で、日本一最南端にある八重山商工高校時代には3年生の部員がわずか4人という少人数の環境の中で自己流のウェイトトレーニングに熱心に取り組んだ結果、最速は154キロを記録するなど、その剛腕が評価され2017年にドラフト4位で西武に入団しました。そして当時の体重は84キロでしたが、これはこの年ドラフトされた高卒投手全23選手の身長と体重を散布図にしてみた場合に、他の選手と比べて1人だけ違う位置になるほど当時から平選手の体格は並外れていました。例えば大谷翔平選手やダルビッシュ有選手などのようにプロ入り地点で高身長で体重が低いタイプの投手は、そこから体重を増やしていくことで球速が向上するために、その後活躍する伸びしろが大きい選手が多いという傾向があります。しかし平選手のように身長に対して体重の比が大きいタイプの投手は、そこから体重を増やして球速が上げられる伸びしろが小さいとされる中で西武は平選手を指名しています。これは 体格的にすでに出来上がっている平選手を即戦力として指名したと考えられ、実際に平選手は2年目の2019年に球団史上最速タイとなる158キロを計測し、3年目には新人王も受賞するなど、従来高卒の選手は時間をかけて育成していく中で入団から間もなくすぐに頭角を現し即戦力として活躍しています。ちなみに NPB で BMI が上位の選手の中には、平選手の他にドスコイのパフォーマンスでおなじみの山川穂高選手や、ニックネームがおかわり君の中村武也選手に、欲張り君の渡辺健人選手は176センチ112キロで BMI が全体で1位など、西武の4選手がランキングを独占していて、西武は身長だけではなく体重にもとらわれない編成方針がここで垣間見えます。
そしてもう一人、そんな平選手と同じ22歳で、開幕前から体重に関して大きな話題となっていたのが日本ハムの清宮幸太郎選手です。清宮選手といえば、昨年の11月に行われた秋季キャンプの中で新庄剛志監督から、デブじゃね、ちょっと痩せない、痩せた方がモテるよという指令を受け、103キロから94キロと9キロの減量に成功させています。そんな清宮選手の体格について、ここでもまた BMI を参考にすると、減量前の清宮選手は身長184センチ、体重103キロで 30.4、 BMI は数値が30以上だと肥満と判定されますが、これは NPB 全体で見ても30を超える選手は全体で 4% ほどしかいないため、以前までの清宮選手はプロ野球の世界でも肥満度が高い選手でした。そして清宮選手といえば長打力が魅力の選手ですが、打球を遠くに飛ばす能力に長けた選手として NPB で通算300本塁打以上を放った全41人の日本人選手の BMI を見てみると、平均値は 26.6 で、肥満とされる30以上の選手は主に中日や楽天などで活躍した山崎武さんと西武の中村拓也選手の2選手のみと、統計的には日本人のスラッガーと言われるような打者は BMI が25以上から30未満の選手がほとんどであることから、通算本塁打数による BMI の傾向から考えた場合だと26前後が最適値と言えますが、清宮選手は103キロから94キロに減量後 BMI の数値を適正値に近い 27.8 にまで落としています。最初は清宮選手も減量指令を受け、痩せてしまったら打球が飛ばなくなるのが怖いと答えていたそうですが、新庄監督は今もそんなに打球飛んでないし、昔のスリムだった時の方が体にキレがあったし打球も飛んでいたと説得していたそうですが、実際に統計的に見ても清宮選手のように体重と長打力に高い相関性があるのは確かです。しかし打撃に関する研究では、女子棒体重とスイングスピードには正の相関関係があることが分かっていて、スイングスピードは高ければ高いほど打球速度は上がり、長打の増加につながるため、清宮選手の場合、新庄監督のデブじゃねという発言から見ても、その体重は筋力というよりも脂肪によるものが大きく、正しく筋力量を増やして余計な脂肪を落とすというアプローチの仕方はあながち間違ってはいないのかなと思っています。ただ6月26日に NPB 史上最速となる通算200本塁打に到達した西武の山川穂高選手も BMI は 33.3 ですし、また今シーズン清宮選手と対局のアプローチで話題となった巨人の中田翔選手は184センチ、92キロから109キロと体重を17キロ増量し、 BMI も 27.2 から32.2 に増加させ、ここまで規定打席には未到達で出場試合はまだ少ないものの、打撃に関しては OPS で8割4分8厘を記録するなど、キャリアでも2番目にいい成績を残していることから、体重というのは当然ながら野球のパフォーマンスを決める上での基本的な要素というだけで、それが全てではなく、その選手に合った適正体重であるかが重要になります。そんな中田選手は26日と27日に行われるオールスターに選出されるも、新型コロナウイルスの影響で辞退となってしまいましたが、清宮選手はプラスワン投票によって自身初の選出となりました。そんな清宮選手は今日は1番ファーストで出場し、1打席目にツーベースを打っていましたが、それまで直近の試合では23打席無安打など不振が続いていました。しかし今シーズンはキャリアハイとなる11本塁打を記録するなど、ここまで放った53安打のうち32安打が長打で 60% 以上を占めるなど、持ち味であったパワーを見せつけており、7月14日時点では150打席以上の選手で見ると OPS8 割3分6厘はリーグ4位、 WRC プラスという1打席あたりの打撃突出度を示す指標では全体4位の166を記録、これは平均的な野手と比較して 1.66 倍の攻撃力を持っていることを意味し、また ISO という打者の純粋な長打力を示す指標では2割5分5厘で、これは現在両リーグで本塁打王の山川穂高選手と村上宗隆選手に次ぐ全体3位の数字と、開幕前に新庄監督は減量した清宮選手に対して、もしかしたらソフトバンクの柳田君よりも成績が良くなったりしてと冗談交じりに話していましたが、実際に今シーズンは清宮選手は打撃に関しては不振になる前まであらゆる指標で柳田選手を上回るなど、
投稿打点が叫ばれる NPB の中でトップレベルの打力を見せていました。そんな打撃で開花しつつある清宮選手ですが、課題はあります。その中でも、7月12日時点ではランナーなしの場面で打率3割1分6厘11本塁打、OPS は 1.137 でありながら、得点圏など、ランナーありの場面では打率1割6分3厘と別人のように打てていません。これはチャンスに弱いというよりも投手のクイックモーションへの対応ができていないことが原因だと考えられ、本人も課題克服に向け改善に努めているそうです。ということで今回はプロ野球選手の身長や体重に焦点を当てて話してきましたが、選手の体格と成績にはどこまで相関性があるのでしょうか。過去の統計からその相関関係を分析した結果、本塁打数と体格には性の相関性があり、本塁打王になる選手は BMI が高い傾向があり、反対に盗塁に関しては BMI と負の相関性があり、盗塁王を獲得する選手は BMI が低い傾向にありました。 NPB 歴代1位となる通算1065盗塁と、年間106盗塁の記録を持つ世界の盗塁王こと福本豊さんも、169センチ68キロで BMI は 23.8 と非常に小柄ですし、2020年に 13試合連続盗塁という世界記録を樹立したソフトバンクの周東佑京選手は180センチ70キロで BMI は 21.6 で、これは今シーズンの NPB の支配下選手の野手の中では最も低い数値です。そして打率には BMI との相関性は見られず、つまり身長や体重は関係ないということになります。代表的なのは通算4000打数以上の日本人選手の中で最も打率が高い3割1分9厘を誇る若松友さんも168センチで小さな大打者の異名を持っています。最後に日本の古くには六尺豊かな大男という言葉があったそうです。六尺とは約180センチのことで、昔は身長の測定器が六尺が上限だったそうで、180センチというのはそれだけ飛び抜けた存在でしたが、今の時代では NPB の平均身長は約180センチで、約180センチのメジャーリーグもそうですが、昔と比べて、野球選手の体格は確実に大型化が進んでいます。それでも今回紹介した平選手は昨年の東京オリンピックで日本の金メダルを獲得した際、野球は身長が高くても小さくても体重が軽くても重くてもチャンスのあるスポーツだと思っているので、始める人が増えてくれたら嬉しいと話していて、それを証明し続けていますが、野球もこれから先そういうスポーツであってほしいなと強く思います。この後はシエマーさんでエンディングです。